靖国の御霊のためにもお静まり願いますよ。死がない週刊誌の記事だけれど気になるので。去る3月に第12代靖国神社宮司に就任した小堀邦雄氏が、創立150年に向けて新たに組織した教学研究委員会。将来の靖国神社がどうあるべきかを考えるとして、 1> 第1回会議が小堀偶司以下ナンバー2のゴンの偶司など職員10人が出席して開かれた。その会議の場で神社トップの小堀偶司から驚くべき発言が飛び出した。近所陛下が一生懸命、異例の旅をすればするほど安くに神社は遠ざかっていく。そう思わん。どこを異例の旅で訪れようが、そこには見たまはないだろう。遺骨はあっても、 違うか。そういうことを真剣に議論し結論を持ち発表をすることが重要だと言おう。はっきり言えば、近城陛下は靖国神社を潰そうとしてるんだよ。わかるか。さらに発言は次の天皇となる皇太子夫妻にも向けられた。もし、ご在位中に一度も心配なさらなかったら、今の皇太子さんが神殿に疲れて参拝されるか。 新しく皇后になる彼女は神社神道大嫌いだよ。来るか。小堀宮司が語気を強めたのは金城天皇が即位以来、一度も靖国を参拝したことがない一方で、かつての戦地を訪れ戦没者の霊を慰める旅を続けてきたことを指しているらしい。金城天皇が靖国を参拝されない理由はわかりません。あえて推察すれば、 昭和天皇が1978年の永久戦犯合誌以来、靖国においでにならなくなった、その思いを咀嚼されたのではないかと考えられます。近城陛下は戦争体験をお持ちで、戦中の国民の苦しみは直接ご存知でした。だからこそ、国内外すべての戦地で異例を行いたいというお気持ちになられていたと思います。 天皇陛下の慰霊の旅は、強い信念に基づいて行われているものでしょうと皇室ジャーナリストの久能康史氏は近所天皇のお気持ちを忖度する。国民はどう受け止めるか。先人に倒れた御霊を尊崇する方向性の違いは明らかで、靖国神社に猛出て御霊に寄り添うのが叶うことだ、は自然だ。慰霊の旅と靖国神社への参拝等を対比することは、 信仰を保つためにかえって歪な緊張関係が生まれることになりかねない。だから何の目的で問いただすのか。小堀偶児の発言が事実なら、特定の宗教観を背負った権威主義者の顔明な主張としか受け止められない。かえってあまたの御霊の安寧を妨げるものではないか。戦地で命を投げ打ち国民を救った御霊の前で、 皆が祈る不戦の誓いを侮蔑する発言だ。そうであれば安国神社は鎮魂の場ではなく、政治利用目的の輩からの巣窟に落ちたことになる。安国神社偶司の皇室批判も穏当を書くがそれどころではない。